本日が2月の6日月曜日、はい、ただいまの時間が午後10時半を、ええ、過ぎたところです、はい、本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな遅い時間になんでですか、こんな遅くなったんですか。投資をして、はい、稽古場を片付けて、ええ、見出しをしてましたね。なるほど。いや初めての投資稽古ですね。はい、はい、本当だったらね明日とかにやりたいぐらいなんですけれども、ええ明日はもう場所が移ってしまいますので、はい、ちょっとここに来るのが、ええ、ちょっと時間がわからないということで、ちょっと遠い、ちょっと遠い某稽古場に、ね、稽古場に移動しますから、はい、広い稽古場に明日から移動するということで、ええ、今日はもう1回目の投資を、はい、ガツンとやってきました。まあまあまあその話もね、ええ、ご用意していかなきゃなとは思うんですけれども、はい、まあじゃあその、ええ、何の公演のか、はい、話をします。バーンっつってこちらですね、はいはい、キャラメルボックス2012スプリングツアー1取りつかれ男、はい、こちらがですね、はい、東京公演が2月16日木曜日から29日水曜日まで赤坂アクトシアターで行われます、はい。続いて名古屋公演です。名古屋公演は3月10日土曜日から11日日曜日まで名鉄ホールで行われます、はい。チケット情報今どうなってるかって聞こうかなと思ったんですけど。あ、なるほど。東京の、はい、じゃあ、はい、東京から、東京から、はい、行きましょうか、はいはい。東京公演まだすべてのステージ、はい、S 席も A 席もご予約いただけるのですが、はい、やはり土日のお昼の会中心に混み合ってきておりまして、はい。1階席が、サイドの本当に後方といったような、サイドブロックの後方席しか残っておりませんね、はいはい。まあ、お2階とかでしたらまだご案内できます。その他のステージはまだ、1階席センターブロックなども空いておりまして、うん、特に平日などは、まあ、比較的前の方がご案内できるかと思います、うん、はい。まだ最終日もね今回は平日なので結構席残ってますよ、ま、なるほど、はい、29日までやってますからね。で今回は休演日が変則 で、はい、そうですね、火曜日21日火曜日1回だけなんですよね、はい、はい。だからちょっと月曜日もやっておりますので、はい、月曜日がまだまだおすすめですね。そうですね、特に2回目の月曜日が一番おすすめのステージでしょうか。27日ですね、はい、まだまだということで、ええ、はい、結構ね始まったなと思ったらあっという間に終わっちゃうんですよ、はい、今回短いんですよ、はい、はい。なのでもう早め早めにご感激いただければと思います、はい、よろしくお願い、はい、本当に2週間ですね。そうなんですよ、2週間しかないですね、短いですね、はい、大きい劇場ですけど、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。名古屋公演は続いてどうなってますでしょうか。はい、こちらもまだ、全ステージ、S 席 A 席とも、ご予約いただけます、はいはい。まあ中でも一番おすすめは、3月10日土曜日19時開演のステージ、うん、はい。こちらでしょうか。まあ、お昼のこの日10日の14時開演の回と比べてそれほど差がついてるわけではないんですが、はい、あ、そうですか、はい。まあ、どっちかといえばこちらかな、夜の方がおすすめということで、はい。11日日曜日の方は比較的混雑してきていまして、はい、まあ、S 席でも相当後ろの方にはなるかと思います。なるほど、はい、はい、わかりました。続いて大阪公演です。大阪公演は3月15日木曜日から20日、火曜日祝日まで、はい、サンケイホールブリーゼで行われます、はい。こちらはどんな感じでしょうか。はい、こちらはですね、一応まだ全ステージご予約は受けたまっているのですが、はい、最終日3月20日、こちら祝日なんですがの14時開演のステージ、うん、こちらは S 指定席は、一旦売り切れとさせていただきました、はいはい。まあ劇団としてキャンセルなども受けたまっているのでもしかしたら、はい、今後公演日前日予約なので販売する可能性はありますが、はい、今ご予約いただけるのは A 指定席のみです、はい。なるほど。他のステージはまだ、S 席 A 席ともすべて販売しておりますが、はい、やはり土日ですね、はい、土日の14時開演のステージは混み合っておりまして、こちらも1階席はサイドブロック後方といったようなご案内になるかと思います、はいはい、ということですね。よろしくお願いします。いや今日ね、1回目の投資稽古をやりましてね、はい、なんか懐かしかったですねあ、こんな感じだったなって通すとと思って、うん、いやでもあたふたしました。なんか下の稽古場がねそんなに大きい稽古場じゃないの で、うん、はい、で逆に今回の取り付かろうというのは結構やることが多いので、うん、まあ、前回見た方はご存知かと思いますけれども、パフォーマンスがあったりとか、いろんな要素がありまして、はい、結構稽古場を広く使いたいんですけれども、なかなか難しかったですね、うん、やっぱり稽古場が狭いというか、うん、大きくないと、まあまあこれで1回通したんでね、なんだか勝手が分かったんで、はい、明日からは広い稽古場行くので、そこでまたいろんなことをちょっと今日だから
大きさの都合上そのね、なかなか動けなかった動きとかを確認して明日やりたいなと思っております、はい、こういう広さもそうだし、もう本当空間をね目いっぱい使うから、うん、この高さとかもね、なきゃいけなかったりするんですよね。そうなんですよ、普通の天井だから、あの2階とかもあるんで、その取り憑かれ男のセットって、2階はね表現できないので、はい、そういうのもね明日組むみたいなんです。おお、ね、すごい。だから明日ね、もうね12時間後にはね、ええ、もう現場に行ってね、はい、トンテンカンテンしていろんなものを仮組みするわけですね、仮組みしてちゃんとできるようにしなきゃ。これ、はい、あれ以来じゃないですか、夏への扉以来じゃないですかね。あ、夏への扉がやりましたね、体育館かなんかで。そうですね、全部組んでて、はい、うわーと思ったんです、こんなところでやってるんだって、はい、すげえびっくりしました。もうだからあれもドアがないと多分できないし、あの多分動く階段とかもないとできないからっつって、はい、まあやってよかったなとは思いますけど、うん、やっぱね劇場行っていきなりよりはね、そうやって稽古場で仮組でやれてた方が、うんうん、いや全然いいですよ、ね、うん、そうよくあるんですよね、その龍馬やった時も船のセットがやっぱりちょっと作った方がいいだろうっつって、うん、まあ、天井はあんま高くなかったんですけど、ギリギリまで作ったりとか、はい、うん、もうそういうのがいい、やった方がいいお芝居と、うん、やらなくてもいいお芝居がありますので、はい、取り付かならぜひやった方がいいということで、ちょっと大きめのところに行きたいと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。キャラメルボックスの以上でいいですかね。そうですね、劇団の客演情報でよろしいでしょうか。はい、はい、こちらです。岡内美希子出演、ハイリンドボリューム12、はい、ロゼット春を待つ草、はい、こちらただいま、絶賛上演中で、12日日曜日まで下北沢劇小劇場で行われますと、はい、こちら僕この間見に行きました、めっちゃ面白かったですね、やっぱり、はい、ハイリンドさんはいつもいつも質の高いお芝居をやっていて、すごいな。で岡内さんの客演が初客演なんですよね。そうなんですよね、意外にも、はい、何年いるんだろう岡内さん。10年いると思いますけど。いますよね、15年ぐらいいるのかなそのくらいいるでしょう、ね、そのくらいいますよね、で初客演ってなんか珍しいと思うんですけど、はい、なんかすごく、まあ、のびのびと言ったら変ですけど、なんか同年代のね役者さんで、うん、そのハイリンドの方たちも結構、ね、年が近い人が多くて、でやってるんですごく楽しそうにやってましたね、はい、いつもハイリンドはねその作と演出を呼ぶっていう、そうですね、はい、面白い、うん、劇団というか、はい、ユニットというか、うん、役者のみが決まっているっていうね。そうなんですよ、面白いですよね、はい、毎回とってもいい脚本選んでね、やられてますね。役者がこの人の本とこの人の演出やりたいということを決めるってことですよね、うん、そうですね、不思議だなと思うんですよ、うん、うちはね逆じゃないですか。そうですね、うん、はい、どういうふうにやっていくのかなっていうのが、うん、稽古中、まあ稽古の話聞いてないんですけど、なんか面白い傾向をしてるんじゃないかなと思っております。こちら12日までやっておりますので、はい、ぜひおすすめですので、こちらもどうぞよろしくお願いします、はい、続きましてはこちら、はい、森井恵出演、ハルバリープロデュースボリューム10、はい、FW 親愛なる空飛ぶクジラ様、はい、こちらがですね2月9日木曜日から13日月曜日まで、こちら下北沢にあります、下北沢劇地下リバティというところでやります。はい、行ったことないですねここ。そうですね、はい、もう初めて見ましたね、はい、1階は ABC マートですって書いてありますね、はい、どこだこここれは、森めぐみはダブルキャストの片方にしか出ない、ね、はい、ということですね、W チームというところなので、はい、交互というわけでもなく、その日によってそう、いろいろなので、いろいろなので、はい、ちょっとお調べしていただいて、間違わないように言っていただけるとありがたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。続いて、はい、大内敦夫出演、龍山寺事務所田園に死す、はい。こちらがですね、2月9日木曜日から19日日曜日まで下北沢ザ鈴なりで行われますと。はい、こちら再演、まあ、再演、もう何回もやってるんですね。何回もね、はい、お芝居だと思いますよ。前回も大内さん出られてましたね、はい、はい、すごかったな、なんか演出というか、なんというか、なんか正直わからないんですけどお話が難しいぞ、その寺山修司さんのお話って。やっぱりそうですよね、まあ、いわゆるアングラーと言われるその部類なんですけれども、はい、どういうふうに見ますよアングラって。僕難しいなと思って、なんかなんて言うんでしょうね、全てを理解しようと思ったら難しいですよね、うん、その時間内に、う
僕はね考えるんだけど、はい、あまりなんか勝手に結論つけちゃわないで、はい、なんかもうむしろ消化不良のままでいいかなみたいなスタンスで行いますね。いや分かるな、なんか、なんだろう、分かんないけどなんかあるんだろうなっていうような表現が連発するじゃないですか、うんうん、だからやっぱなんか気が抜けないというか、見てる方もなんつうのかな、見ながら考えちゃいますよね。どういう意味なんだろうとか、その言葉の意味はと。で言葉遊びもすごく天野演出の、ね、天野天海さんってすごいので、うん、はい、なんかその言葉を選ぶ理由とかね、その本の中でそれを繰り返す理由とかっていうのはすごくなんか一度お話ししてみたいなという、はい、もう感じのお芝居です。はい、まあなんかちょっとアングラで聞くと小難しいって思うかもしれませんけど、実際ちょっと小難しいかもしれないですけどつまんなくない、すごくなんか面白い、まあ、キャラメルボックスはまたちょっと違う感じのお芝居で、それで大石さんがどういうお芝居するかとかもぜひ面白いので、はい、よかったら見に行ってください。はい、よろしくお願いします。みんなここまでね同時に下北で、そうなんですよ、全員下北に集まってるんですよ、ね、集まってるんですね、3人ともね、キャラメルボックスのメンバーがプチこう演劇祭みたいな感じ、ね、面白いですよね本当に、うん、劇団員としてはちょっと一箇所にしないで分けてくれないと見に行けないじゃないですか。どうしようかと続いて、はい、多田直人出演、はい、東京ハートブレイカーズコルトガバメンツ、はい、こちらがですね2月29日水曜日から3月3日土曜日まで、南青山マンダラで行われます。はい、大阪公演があります。こちら3月10日土曜日に AM ホールで行われます。はい、これは前回やったその再演そうですね。はい、はい、多田直人は何回目かのハートブレイカーズ、2回目かな、前に出たのとはまた違う作品でやるということで、これ前回達也さんが出たのかな、コルトガバメンツ確か出てたと思いますよ。そうですね、はいはい、こちらの方もあの前の見た方も見てない方も、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、はい、まだまだねちょっと物があるんで、でこちらだ、はい、大森美希子出演玉造小劇展配給芝居ボリューム9ワンダーガーデン、はい、こちらがですね3月8日木曜日から18日日曜日までザ・高円寺で、神戸公演が4月7日土曜日、8日日曜日と新神戸オリエンタル劇場で行われます。はい、もう結構入って、まだ入ってないか、でももうそろそろ入っててもおかしくないですね。そうですよね、美子さん、待ってないんで分かんないですけど、はい、こちらもぜひぜひよろしくお願いします。最後こちらキャラメルボックスの新しいユニットですね、はい、絵本演劇ユニットブーフーウール第1回公演俺たち友達、はい、こちらキャラメルボックスから石川ひろみ、はい、小林千恵、はい、筒井俊作、この3名が出ますと、はい、石川さんがねずっとやりたかった企画みたいですね、絵本を題材にしたお芝居を、はい、これが4月5日木曜日から8日日曜日まで、西荻窪有空館ガザ B で行われますと、はい、もうこれね絵が見れる方はあれですけど、この本がね、俺たち友達という本を、はい、本もね、あ、そうですね、チラシでだから見たかと思う、知ってる方はわーっと結構多いみたいですよ、はい、あれやるんだみたいな、その球団中の中村恵子さんとかもやりたかったって言ってたみたいですから、そうなんですね、そう、はい、石川さんが熱烈なラブコールを作者の方に送りまして、はい、実現した次第でございます、はいはい、どういうお芝居になるか分かりませんけれども、ええ、なんかねそのやりたいっていう思いが伝わってくるから、そうですよね、はい、面白くなるんではないでしょうか。はい、じゃあ本もぜひぜひよろしくお願いします。はい、というふうに大急ぎだったにもかかわらず、はい、もうお時間でございます早いですね、はい、取り憑かれ男はもうこれから加速度的にあと3回投資稽古ありますんで、はい、ギュッギュッギュッと煮詰めていって、でもゲストの金子さんも星野さんもね今日もすげえ面白かったんでね、はい、もう一致団結して、はい、皆様に面白いものをお届けしたいと思っておりますので、はい、もしよかったら劇場まで遊びに来てください、はい、というわけでこちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さんまた来週、バッハハはい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、はい、というわけで今日、ね、取りつかれ男のね第1回投資が行われました。はい、あっという間だったけど大変だったな僕は今日は見てなかったんですけどあ、そうです、まあまあバタバタですよね基本的にはね、1回目は、ね、バタバタですよ、ええ、もういろいろやりすぎて安倍ジョージとかが、ええ、もう分かるんだもんな、大体みんな分かるんですよね、うん、キャストはどういう、これチラシ見れば分かるんですけど、うん、安倍ジョージのチームがですね、ええ、畑中さんにネタを言うのを忘れてたらしくてですね途中で畑中さんがキョトンとして
何も出てこずに芝居が止まりかけるっていうねすごいアクシデントがありましたよ、はい、本当に何やってんだろうなと思って畑中さんセリフがないし、はい、でジョージたちは終わったんですけどみたいなでどうぞってどうしたんだって言ったら畑中さんが頭抱えて何にも出てこないって言ってあこれ本当にもう、うん、セリフが出てこないんだなってすげえ面白かったジョージたちがあれ来たなんか来てこたんじゃないのみたいな感じで言うっていう ねあると思ってたものがないとねちょっとなかなかこうドキ飛ばしてっていうのは、ね、セリフが飛ぶと、もっと慣れてればねそうなんですよ大丈夫なんでしょうけどね落ち着いて対応できるんでしょうけど田中さんもずっと出っ放しでセリフもすんごい多いし、うん、で初めての投資だから、うん、なんかイレギュラーなことがあるとパーンって飛んじゃうんですよ ねいやもうねセリフが舞台中で飛ぶとこれほど本当にね汗かくことないですよ本当に なんて表現したらいいんだろうなん取り返しのつかないことをしたというかなんというかどうしたらいいんだろうっつって他の人が忘れてても、はい自分が舞台上にいたらやっぱちょっと怖いものじゃない怖いですよ、ね、あれ俺みたいなもあるし、ね、あれ どういうことだろうって言ってないんだだから自分が相手が忘れたの分かってて自分もその次のセリフとかも分かってれば、うん、瞬時にそのどうやればつながるかとかあるんですけど、はいはいはい、何が起きてるか分からない時が一番怖くて、うんはい、あとは絶対救えない時とか語りの時に止まられちゃうとあもう自分で何とかしなさいもうアウトですからね本当に鳥その前この間の飛ぶ教室の時なんか僕長いセリフその語りであったりとか、はいはい、これ忘れたら絶対無理だと、うん、最初はやってなかったんですけど僕はその作者だったんで、はいはいはい、なんか本を書いてるっていう手だったんです、うん、本に全部セリフ書きましたねなるほどで見なくてもいいんですけど、はいはい、なんか安心するというか、うん、あるだけであるだけそうだよね、うんはい、まあそういうことがあってねあとはあれだな白野でも僕一回完全にセリフ忘れて安倍ジョージに何でしたっけって聞きましたね本当だったら聞きましたよ喧嘩したんですってみたいなこと言わなきゃいけないんですけど、はい、全然出てこなくてどうかしましたかおいそう喧嘩してきたんであ喧嘩聞きましたよってみたいなジョージに負担をかける主人公絶対いつかありますから、うん舞台上では長くやってればね長くやってれば、うん、この公演中だってどっかしらになんかね、うん、そういうミスがミスというかなんかアクシデントがありますよ、うん、その時にどれだけ素に戻らずに役のまま対処できるかというのがすごい大事なことで、まあ、あっちゃいけないものだけどまあつきものっちゃね、はい、つきものですよ舞台生でやってるわけですからね、うんうん、それを恐れるっていうか対処できないほどガチガチに固めちゃいけないんですよね、うん、やっぱりその、うんこれが難しいんですけど舞台上でその役として生きるってことは、うん、何かあってもその役として対処できるようにするっていう、うん、芝居を作っていく、あれですか醍醐味ですから、はいうんまあ、たまにねどうしようもなくなる時とかありますけどね、うん、今回そういうことがないように、はいはい、ぜひぜひやりたいなで今回だってそのパフォーマンスのシーンがあるから、うん、必ず全部成功するかどうかはね、うん僕たちはあの知ら、シルクドスレイヤーじゃありませんから、ね、あそう保証はできないです、うんうん、頑張ってやります、うん、確かに言い訳したしょうがないですけどまあでもあの舞台の内容としては確かに盛りだくさんだし今日もバタバタしたかもしれないけれども、ねはい、なんかまあこういろいろ伝わってくるところによるとやっぱまあ再演だけあって、はい、僕はすごい順調なんじゃないかなと思ってるんですけどね毎回まあ最初の投資ってやっぱいろいろあったりはするじゃないですかそうですね、うんそういった意味ではね、やっぱ順調に進んでんじゃないですか、はいうん、そうだといいね今日はね、ダメ出しがなかったんでね、うんはいはい、明日以降の稽古に反映すると言いましたんでねなるほど明日からどんな稽古になるのか楽しみでもあり怖くもあるということで、はい、そういうわけでどんどん煮詰めていきたいと思います、はいとってもハッピーなお芝居ですこちらすごく、楽しくして、劇場に持っていきたいと思いますので、はい、もしよろしかったら劇場まで足をお運びください、はい、というわけでお時間となりましたこちらの放送は来週月曜日にも更新される予定です、はい、それでは皆さんさようなら